ケースに。すげえ。これやばい。これやばい。500円もしてます。一生支払われない。もうできちゃってんじゃん。やば。エリア級。すげえな。誰？イケメン。鬼いけてるやん。一人で顔でかい。お前ら遠近法使ってんな。後ろ下がってんな。一番後ろ下がってた。やばいよね。撮影の。回ってます。いやもうカテゴリーみたいなこう並びになってるけど。あ、じゃあこれできた瞬間撮ります。いいやろ。なおや頑張って。なおやよろしく。リアクションでかく。いいよ。滝行の時ぐらい。わあ、つきました。手高全然当たってない。やっぱリアクションでそこすげえ。そう。おお。すげえ。これすげえ。これはマジすげえ。等身大以上だ。おい。やばいな。すごい。おい。すごいか。めっちゃでかい。イケメンだみんな。いいね。もうならいっちゃおう。やっぱ生身の俺が一番いいっすね。やべえじゃん。マジすごくない？それすごいじゃん。こうやってはい関さんとハートができます。すごい。すげえな。自分に抱かれる。お、フィルム。あれ、音映えなおや。お前撮ったのこれ。出てきてなかった。誰かが撮るのいい感じだね。これ実際にライブ多分来てたやつですよね。そう来てましたね。ゼップでこれはもうライブでやってる。ゼップじゃないか。お前のじゃね。お前のじゃないんだ。汗がね、にじんでますから、これライブでね。どれがどなたの衣装ですか？まあ、これ立ってもらって。汗にじんでますからね。端から行って。端から行ってこうか。大木隼人、鉄田、エイク、直哉、レイ、健信でございます。はい。なんか身長もなんかちゃんとなってるよね。だって一番ちっちゃいもんね。待って A 級よりでかいっていうのが嬉しいですね。やっぱちょっと微妙なこのぐらいサイズね。これも大きい。いや。大きいでしょ。これ多分もうちょっと一回ダメだってワインオンリーさんに怒られる。いやワインオンリーさん来てたよ。おい邪魔だよ。すげえ。すごい。やばくね。すげえよ。こんなにしたっけ俺。目で殺すような目してますね。俺もいる。やば。俺すげえなマジで。マジですげえな。俺めっちゃ見える。すごいな。ここでだってみんな。僕たちが提案したやつを飲むわけですよね。嬉しいですね、めちゃくちゃ。やばい。これ誰か飲みましたこれ。もう誰か飲みましたね。もうスワックの方来てましたっけ。明日からワインオンリーカフェがオープンということで。はい。乾杯。乾杯。イエーイ。やばいな。僕がこう提案したのはですね、黄色の季節の奇跡ですね。黄色の奇跡のヨーグルトでございます。大丈夫かな。今飲みましたけれども、もうなんか甘すぎないですね。甘すぎず、こうなんかマンゴーと桃のこの酸っぱみも結構混じってるんで、ちょうどよく飲めるかなとは思いますね。これ多分よく混ぜた方がいいかもしれないです。よく混ぜてということでね、飲む前は。僕はですねメルミルという飲み物を作りました。メルミル、そうメープルシロップとミルクをかけて作ったんですけど、まあ最近流行りのタピオカね、タピオカが好きな女の子は好きな味なんじゃないかなと思いますね。これもエイクと一緒でよく混ぜてほしいですね。めちゃくちゃ混ぜてほしいですね。確かに下に溜まってるから、そうそうそうなんですよ。だからこう下に溜まったものを全部こううまく溶かしてちょっと飲んでほしいですね。僕はコーラを愛しコーラに愛された男ということで、まずベースのこの飲み物はコーラで、その上にバニラアイスをトッピングして、でそのコーラの中にちょっと味付けをねしようかなと思って、このグレナデンシロップっていうのをね足したんですよ。することでそのコーラのその甘みにさらに加わってさっぱり感っていうのが出てきて、この夏ぴったりというか、まあ夏は終わりかけてるんですけど、夏じゃないな、まあ結構さっぱりした味になるんですね。であとさくらんぼとね、上にこのミントを出すことによってこのまあグラデーションというかね、このまあインスタ映えがね、インスタ映えするんで、これよかったらね撮ってほしいですね。こういう風にコースターと一緒にね、確かにね撮ってほしいです。僕が作った商品ドリンクは高尾ナイトスペシャルということで、こんな感じです。まあなんか僕がもう本当にベリーが好きなんで、クランベリージュースにミックスベリーが中に入ってて、あとブルーベリーシロップがかかってて、あとはレモンがついてるんですけど、まあ本当にねもうベリベリベリーって感じで、まあ今の俺の髪色にも合ってる、そんな。合わせに来た？もちろんそうだよ。これに調整して髪色も合わせてる。合わせに来た。こっちの時の方が合ってたよね。今ちょっとね落ち着いてきた。いいだろそこは。色味は一緒。なんで特に女性の方はそういう健康にも良さそうな色してるんで、あとは映えですねやっぱり。映えてるんでこういう風に。俺のこれコースターと一緒に撮ってね、味もねさっぱりしてて美味しいんでぜひ頼んでください。僕が作ったのはね、絶対美味しいよこれっていう名前。名前どうしたの？一見名前聞いたらいやじゃあ買わねえよって多分なると思うんですけど、飲んでください。6人中6人が一番美味しいって言ってくれたんで、これはね確かにそうだね。いやムカつくけどマジうまかった。これはねマジうまい。まず蜂蜜レモンエードでサイダー炭酸なんですけど、炭酸でこんなカラフルなのがこんにゃくゼリーになっていまして、でそこにレモンを添えて、でレモンを絞ってもいいし中にも入れてもいいしみたいな感じで、これこんにゃくゼリーとこの中のこの炭酸が絡み合って、このこんにゃくゼリーを食べた時にこのサイダーの後からじゅわってくる感じの感触がたまんなかったですね。ゼリー美味しいね。マジで美味しかった。めっちゃわかる気がする。めっちゃわかるでしょ。そこがめちゃめちゃ好きなの。めちゃくちゃわかる。めちゃめちゃそこは俺そこが癖になるから、あもう一個もう一個っつって食べたくなっちゃう。足りないもんこれ。足りない俺の紹介なんだよ。あごめんちょっと熱入っちゃう。じゃあ僕はこれは味覚がハプニングっていう名前なんですけど、ガムシロップとウーロン茶とホイップクリームですね。やってんの？やってないよ。いやしっかり考えたんですけど、まあこれが一番美味しい組み合わせかなと思って飲みたいの？あ味覚ハプニングだ。あでも色いいよね。色いい。なんかミルクティー的なね。確かに。ナミは好きだった。俺好きだもん。どう？飲みたくなってんじゃねえよ。やっぱなんかね一番飲みやすい。嘘つけ。本当に俺も飲みたくなってきちゃった。やだ本当一番飲みやすい。一番飲みやすい。マジ美味しい。好き。あ美味しい。安いわ。これね普通に飲みやすい。改めて飲むと結構うまいっすね。マジ。絶対。やっぱこれちょっと林さん先生。あもう癖になってるよそれもう。あれ俺なんで今2回目だよね。2回目いっちゃった。あれいっちゃってた。多分これみんなもこうなっちゃうと思うんでぜひ買う方はもう2つから買ってもらえればもう。はい吸い込んじゃうぞ。検診ホールです。ハイグネーザー。名前から決まる。ちょっと皆さんで食べてください。ジンジャーエールとチョコミントアイス、この融合がね素晴らしいですね。やばいよ、色がやばい。例えばチョコミントが好きな方はチョコミントだけを食べてもいいですね。これだけなんだ。ちなみに謙信はどっち？このもうガって混ぜる派か、この上のやつを攻めてから。どっちでもいいんですよ。どっちでもいい。いろんな楽しみ方があってさ、先にチョコミント食べて、次にジンジャーエールだけ飲んで、で最後に今混ぜるとか、どっちでもいけちゃうんですよね。どっちでもいけちゃう。色やばくない？色はなんかあれだけどね。色も結構混ぜました。ああ、チョコミントジュースみたいな。美味しそうな色だ。もうよしは気にしてないです。映えはもう気にしないで、もうただ美味しさだけを追求しました。味に定評があるんですか？味にもう100振ってる。100振ってる。どうですか？一番派手だよね。色が刺激的ですね。はい、ぜひ買ってみてください。お願いします。ダークパンケーキという。ダークパンケーキね。食事は崩れるものなの。ああ。女子だね。こっち行きますね。いただきます。せーの。そう。うん。うまい。普通にうまい。うま。うまい。いちごがいいね。うん。酸味が効いてる。さっぱりしますね。いちごが入ることによってね。うん、美味しい。ラディダっていうやつですね。ラディダっていう、まあインド風カレー、インド風カレー。ラディダ。まあ楽曲名がその商品名になってるんですけど、でまあちょっとなんか曲調とかサウンド感がなんかちょっとアラビアンな感じなんで、そういうのを意識して。それでなん。バターチキンいただきます。おおうまい。どう何辛いの？うまいかける100。うまいかける100いただきました。いやつまらなさ100倍だよ。やばいね。マジでうまい。今ラディダみたいな言い方になっちゃったけど、マジでうまい。いただきます。そんな顔でさ、うまっ。あ、おいしい。から、うまっ。うまから。うん、ちょっとピリ辛だけど。うまい。このピリ辛がやっぱ刺激的で。うん。じゃあちょっと俺もいただいていいですか？グリーンカレーいただきます。辛い。あ、待って。はい、どうしました？あ、これうまいね、これ。うまいしか言わないよ。うまいかける100じゃないの、そこ。さっき言えよ。そこ言えよ。天ぷらにしないんだよ。いや、待って。今普通に素が出てしまった。うますぎて。みんなもこれ食べてください。ラディダな気分になれます。はい、ということで僕たちのお皿にはカテゴリーダブルオムライス、セクシービーチパーティーエスセクシーパーフェちょうどパーフェそうポップコーン3種類あるんですね。キャラメル、塩バター味、宇治抹茶ミルク味。すごいねこれ色も。なんでセットリスト組めるんです。組めるんですよ実は組めますねこれ。いただきます。はい。これねカテゴリーから。こっちがシチューになってる。シチューになってるのか。こっちは B かな。俺もいただいていいですか？2人で行くの？2人で。3人で行こう。じゃあケンシンお腹空いてる？すごい食べるスピードが速い。いただきます。あ、うまいね。めちゃめちゃうまいねこれ。普通に食べちゃう。どこのペアよりも超食べている。マジ？普通に食べちゃって。それうまいね。コメントも書いちゃいます。いや。楽しんでね。はい。まあもうここに座った子を当てにも書きたいですよね。何番さん？何番さんだから12番。書いてください。ね。あれちょっと味。ここ味。しょ。え？近所まで。はいない。めっちゃ綺麗。マジ？ちょっと俺今日誕生日だ。おめでとう。やばい、びっくりした。ちょっと始まる。雰囲気やばいよ。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアハヤト。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。いいよ、いくよ。3、2、1、GO！ ありがとうございます。20歳。大人や大人や大人。ちょうど今日だね。はい、ということで20歳になりました。20歳になって今の気分どうですか？いやー、全然実感はないですね。今思い出した。今日誕生日だって忘れてた。そうです、本当にありがとうございます。祝ってもらって嬉しいね。何したいですか？え？何したいですか？20歳になってまずバンジーですか？バンジーはやめてやめて。本当になるから。バンジー超怖い。そしたら他の人はみんなもう20歳だよ。大人だよ。やばいなっちゃう。おじさんたちの仲間入り。ふざけんなよ、おじさん。はいね、こので最先ですね、コラボカフェがちょうど明日オープンということで。そうだよね。なんでぜひね、コラボカフェも賑やかになってもらって、僕たち前よりもね、賑やかになって売れて、ハヤトもね、素敵な誕生日になったと思うんで。1枚だけじゃあこれは1枚に20歳になった記念として20って激レアじゃん。激レアだよ。これ当ててよ。これ当てて。ぜひ。かなりあ、ごめん、ちょっと嘘でしょ。幸先悪いっすよ。いきます。飛び切れてる。ごめんこっちでいくわ。おお、いいねいいね。おお、ということで、はい、これもぜひ当ててください。激レアね。俺がこれ誕生日になったっていうことで。そうね。いや、ぜひね、これゲットしてほしい。これはすごいね。なんかね、いらねえやっていうなんないでね。これ絶対。いや、マジ貴重で貴重な20だ。ありがとうございます。いや、嬉しい。こんな記念すべき。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい。めでたかお。さあ、ということで、20歳の。僕もよろしくお願いします。そしてワイモニーカフェ大事なところ、ワイモニーカフェ明日から始まりますんで、よろしくお願いします。みんな遊びに来てください。バイバイ。ありがとう。はい、OK です。すごいね。ありがとうございます。めっちゃうまそう。ありがとうございます。いや、いいシーンになりました。すごいね。ありがとうございます。嬉しい。